皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回は水戸市にあります春菜麺屋我流さんに行ってきました。何度か、前を通ってるんですが、結構お客様が入ってるお店で以前から気になってまして、今回、思い切って仕事帰りに寄ってみることにしました。今回オーダーしたのは鶏そば塩の第850円税込みです。2種類のチャーシューが特徴で、まあやや細麺でさっぱり系ですね。はい、続いて頼んだのが和え玉タルタル300円税込みです。もうタルタルっていう、まあ、この言葉に惹かれて、条件反射で頼んでしまいました。
今回の動画は以上になります。皆さんご覧いただいていかがでしたでしょうか。まあね、以前も言ってるんですけど、チャーシューが苦手な私でも美味しくいただくことができました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。